こんにちは、王林進学塾の三藤です。王林進学塾の辻中です。ということでね、今日はいつもと違う場所でやってるんですけど、まあ、僕もカメラの後ろで、そうですね、普通隣こっちにいますからね。そうですね、今日はなんか企画があるということで。そうなんですよ。そう、昨日の11時くらいにそう LINE で呼び出されたんですけど、次の日の朝にはもう集まって、はい、おはようございます。おはようございます。その企画は、はい、題して、はい、センター試験英語20分で解いてみよう。20分。20分。三藤先生って現役の頃とかどれぐらいで解いてたんですか、センター英語。センターまあ20分ないな。でも30分40分ぐらいですかね、多分。じゃあ割と4、50分ぐらいは余ってたよって。そうですね。それでいくらぐらいなんですか、大体満点。現役の時はそうですね。2点ミスとか、2点4点ミスとか強すぎ。じゃあ今回20分で、はい、この間あった2020年度のやつでやりましょう。はい、できるかな。こちらが、はい、あ、見センター試験になります。見ちゃだで、はいはい、こんなあったっけ。こんなありますよ。で、一応ルールとしては制限時間は20分。で、10分と15分のタイミングで1回声かけをします。はい、助かります。それは、もう一個は答えは直接書き込んで OK、 マークはしなくて大丈夫です。 OKOK。 マークシートはやってたらプラス5分とさすがにそこは、うん、20分大丈夫ですか。はい、そしたら緊張するのか。じゃあいきます。1についてよーいドン。あと10分です。マジ。これどっちだよ。さあ、あと5分です。やべ。終わった。おお、あと10秒。おお。でもちょっと2問ちょっと怪しい。あ、え、難しいね。で、あ、どうだろう、何点だろう。今疲れた。疲れてそう。めっちゃカロリー使ってるこれ。まあ少なくとも自分が受けた年より絶対難しいはず。そう、一つだけ言わせてほしいのが、この問題あるんですよ。なんかゲームでテニスボールを投げて、これがある人が投げたらこういう風に当たりましたよっていうらしいんですけども、 On the line、 ライン上だったら高い方の点数を取る、あの、採用するって書かれてたんですね。はい、ただその On the line の定義が例えばこれは分かるんですよ。これちょうど真ん中、これちょうど真ん中にあるんですね、ありますね。はい、これとかこれどうなんですかね。微妙なんですか。ちょっと上半分。そう、一応オンザラインであるんですよ。オンザラインであるんだけども、テニスボールって別にこんなベチャってベチャって当たるわけじゃない、なんか点で当たるじゃないですか。まあいいや、いや、そんな苦労があったんですね。言い訳だけしておきます、そこは。じゃあちょっとお願いします。丸付けしますか。丸付けお願いします。よし、2、はい、
3、はい、4、はい、よかった。ここがね、意外と第1も難関だったりしますからね。アクセント、発音は3、1。あ、やっぱそっか、そっか。1、1、これだ、怖い怖い。210か230だと思う。4。あ、あ、じゃあ本田さん。なるほど、なるほど、そういうことですね。4、2、はい、2、4、3、1、はい、うわー、もう。182。うわー、負け取りはった。まあ、20分ですからね。いや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 。まあ、受験生の皆さんは、いやそうですよね、ちゃんと見直しをして、うんうん、見直しをして80分使ってやってください。やりましょう。いやでもこれちょっとリベンジして。まあ、来年機会があればリベンジお願いします。ということで、20分だと200分の182点。2点ですね。9割は取りました。ではでは。ではまた次の動画でお願いします。さよなら。バイバイ。悔しい。マジで悔しい、これ。今回の動画はここまでです。受験についてわからないことだったり、勉強法で悩みなどがあればコメント欄にお書きください。お答えしていきたいと思います。また王林進学塾では無料受験相談といって、効率的な勉強法や今すべき勉強などをお伝えするという機会も設けております。概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひ見てみてください。それではまた。